まあ、そのヒッグス粒子の存在を証明したりですねしてるわけですけど、まあ、とにかくデータが多いと。でこれは別にサイエンスの分野だけに限らず、例えばウェブの上でのお客さんの行動履歴とかですね、で最近 IoT みたいな話もありますから、みんなデバイススマホ持っていてその人はどこにいるかなんて匿名情報として取れるので、まあ、地理情報を含む行動履歴とかですね、まあ、エネルギーの消費量とかもう至るところでこうデータがたくさん取れるようになるので、こうなんか普遍的な何かっていうものがすごい大量のデータにこう埋もれていてですね、でそうなんとか、まあ、例えばウェブスクレーピング、スクレーピングとか、ウェブアプリ化とかこういったものも全部含めて、Python でできるというのはですね、非常に嬉しいことじゃないかと思っておりまして、まあ、それがおそらくですね Python 急成長の真相の一つなんじゃないかなと思っています。で、まあ、心がちょっとですねいかに最近 Python が人気かっていうと、ちなみに Python スタートブックはもうやっぱりこれ7年か8年前に出版しましたけども、その時はですねあんまり Python 人気なかったんですけど、今となってですねこの IEEE スペクトラムという調査サイトでは、一番人気になっている。で、まあ、他のでもですね、例えばこのスタックオーバーフローっていう、最近なんかトラブル起こって、エラーメッセージとか Google でそのまま検索するとほとんど必ずスタックオーバーフローに行き着くみたいな感じになってますけど、ここで その質問の件数ですね、それがですね非常に内急で伸びていって、まあ、今一番トップクラスになっている。最初の調査が2012年、グラフの最初が2012年なので、まあ、たった数年でですねこう勢いよく伸びているというのが分かると思います。ただですね、まあ、そうは言っても、まあ、そのデータサイエンスを汎用言語でやるっていうのには非常に意味があると思うんですが、まあ、いくつかの選択肢があるっていうのも事実だと思います。で、ここにちょっと細かいですが並べてみたんですけど、まあ、例えばですね SAS っていう、これはBI ツール、そのビジネスで使う、まあ、データ解析とかその知識整理とかですね、そういうことによく使われているツールですけども、まあ、SAS とかですね、あと数式処理ソフトではマスマティカって非常に有名ですね。でこれは天才ウルフラム、確かウルフラムのパソコンのスティーブだったりいたしますけど、スティーブだったら、まあ、それはいいんですけど、このウルフラムが作ったですね数式処理ソフト、これはこれすごいですよね、マスマティカね。高校時代になんか積分とかわけのわかんないのすごい、なんかいろんなテクニック駆使して積分してたのをマスマティカ使ったら一発でやってくれたんで、何してたんだろうなと思って大学入った時思わなくて思いましたけど、ね、本当にすごいですね、まあ、天才っているものだと思うんですけど、あとマトラボはどちらかというと数値シミュレーションとか信号処理とかに、使われているソフトウェアですが、まあ、ここまではですね、まあ、いわゆる商用のソフトウェアですね。で、まあ、オープンソースで開発されているものとしてデータサイエンスでよく使われているのは R、 あとでちょっと R と Python の比較はしようと思いますが、 R はでもですねデータ解析専用の言語なので、そういう意味では Python が、まあ、こう並べた中では唯一の、オープンかつ汎用言語ということになると思います。ただ、まあ、Python 自体はご存知の通り普通のプログラミング言語なので、まあ、その汎用 Python をデータサイエンスに使うとなると、やっぱりですね、この周りのツール群が非常に、強力にサポートしてくれているということに意味があると思います。で、まあ、ナンパイ、サイパイですね、あと絵を描くならマトコトリブル、シーボーン、ジュピターなんかも最近非常によく使われてますけども、まあ、この辺のツールですね、結構もう私もほとんど自分でインストールしなくなっちゃいましたけど、これ昔、自分で入れようと思ってですね、結構このナムパイとかサイパイのコンパイルに失敗する、ビルドに失敗するってことがよくありまして、Linux だといいんですけど、Mac だと結構ですね、結構な割合で失敗する。Windows では試したことないんですが、ただね、そんなあなたにアナコンダがやっぱりおすすめですね。非常に、もうほとんど今、アナコンダが利用されてるんじゃないかなと思いますが、まあ、これ何度も話してるんでみんな知ってるかもしれないんですけど、みんなの Python っていう、柴田敦さんが書いてる Python の入門書、あれ
プログラミングの入門者じゃなくて他の言語を経験したことある人が Python に来るときには一番いい入門者だと私は思いますけど、あれが最近第4版になって最初にもうアナコンダをインストールしろというふうになってます。ちなみにみんなの Python っていう署名とみんなの Python 勉強会には何の関係もありません。ただ我々の勉強会の方が後から名前をつけたので、その時に柴田さんにちゃんとこうお断りを入れてですね、こういう勉強会やってもいいですかって言ったら、どうぞどうぞって言われたんで、やっぱり売れてる方の著者は違うなと思って。はい、ですね。で、ちょっと R と Python の比較を少しお話ししようかなと思うんですが、R も結構データサイエンスの世界ではよく使われている言語で、しかもデータサイエンス自体が非常に注目を集めているので、これは Google トレンドのグラフを出しているだけなんですけど、これ2014年からですね、ずっと線引っ張っているんですが、R はですね、R も Python もやっぱデータサイエンスの盛り上がりとともにですね、両方とも注目を集めておりますが、最近やっぱりちょっと Python の方がですね、一つ頭を、抜けてたかなという感じがします。で、例えばですね、これは Python の Jupyter ノートブックでですね、このウェブブラウザで、コードを書いてですね、Pandas のデータフレームでデータを読み込んで、これ Excel から読み込んでるところですが、その表形式のデータを見たり、例えばヒストグラムを書いたりですね。で、Jupyter ノートブック便利なのは、これ全部いっぺんに保存できるので、もう一回開けたら中を見られるんですけど、例えばペアプロットとか書くとですね、こんな感じで、総当たりのスキャッタープロットを書いてくれるんですが、これはですね、別にもともと Python に Python だけの機能じゃなくて、別にペアプロットっていう概念自体は、そのデータがあったらデータの全体像を見るためにこのスキャッタープロットをみんな書いてみる、ヒストグラムを書いてみるっていうこと自体には何の特別なこともないので、もちろんその R にも機能があります。でこれは2015年かなんかのポストで R と Python を比較した記事ですけど、こんな風に、若干違うんですよね。こっちは Python で C ボーンを使ってペアプロットを書いてる図ですけど、R で書くとこっち側ですね、縦軸と横軸入れ替わるだけなので同じ図書いても意味ないということで、相関係数が出るみたいですね。で、こんな感じで別にその Python がですね、結構その元から Python の方がすごかったわけじゃなくて、 Python がですね、こういろんな他の言語、他の環境の機能をですね、どんどん取り込んでるというのは言えると思います。で、そのもう一つの例として、これさっき紹介したマスマティカですね。で、マスマティカ、僕最近結構日本語のドキュメントも充実しているので、マスマティカのページに行くとですね、これウルフラムノートブックっていう環境でマスマティカは、いろんな作業をします。これはですね、下の方に見ると分かるんですが、このウルフラムノートブックっていうものはですね、このウルフラム言語ができた時から彼らノートブックっていうものを概念を提唱していて、これがですね、Jupyter のようなノートブックライブラリーのきっかけになっていますとちゃんと書いてあります。だからもうパクリ上がってこの野郎って言いますね。じゃあ、俺らの方が先だったんだっていう風に、ね、書いてあるので、今はもう Python が台風の目になってですね、いろんなところから、いい機能をどんどん取り入れている。Python とそれを支えるデータサイエンスのエコシステムがですね、非常にこう良いものを取り入れてどんどん進化している、感じだと思います。ただですね、もちろんそれぞれの特技はあって、例えばですね、やっぱ R は統計に強いです。で、マニアックな統計関数はやっぱり R の方があります。で、こういう話をするとマニアックな統計関数って何なんだという話になると思うので、ではマニアックな統計関数を持ってきました。上からのコルモゴロフ・スミルノフ検定ですね、シャピロ・ウィルク検定とオスナー・レメショー検定ってですね、いや、すごいシーンでしょ。すいません、私も別に統計むちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですが、時々使うんですよ、こういうね。で、上の2個はですね、知名度から言うと一番下のオスナー・レメショー検定が一番知名度低いと思います。全部わかんないとどういう知名度かそんな知るかって感じだと思いますが、ですね、上の2つに関しては、R はですね、標準であります。で、Python には、SciPy のですね、スタッツっ
ていう文字列の中にこれら2つがあります。で最後ですね、最も知名度が低いと思われる細長い名称検定ですが、これはですね、R にもデフォルトではありません。R も外部パッケージのリソースセレクションっていうのを、別のパッケージに持ってくると入ってます。ただ、ね、Python ではですね、これ見つけられなかったので、やっぱり、マニアックな統計関数に関しては、Python よりも R の方が強いと思いますが、まあ、その、時々ですね、適切なツールを選ぶ、こう、知識と、まあ、柔軟性というか、まあ、そういうものが重要かなと思います。で、まあ、ここまでですね、Python の汎用言語でデータサイエンスをするっていうことの重要性を話してきましたけど、まあ、そのデータサイエンス、サイエンスというからにはですね、再現性が重要ですね。で、ここでもう一つのその Python の役割をちょっと話してみたいなと思うんですけど、ここではですね、本当にあった怖い話を一つしようかなと思います。私今結構ですね、長い間大学の研究機関にいるので、最近は何やってるか自分がよくわかるんですけども、本当にあった怖い話なんですね。2006年にですね、名門ネイチャーメディシン誌、これもネイチャーメディシンって言ったらですね、このもう医学系の雑誌の中、論文投稿先の中ではもうトップオブトップですね。でそこにですね、まあ、毎週十何本か論文出るんですけど、1本の論文が掲載されます。まあ、この内容を詳しく説明するとちょっと違う話になっちゃうので、まあ、内容は触っていきますが、これですね、抗がん剤の効きをですね、細胞株ですね、試験管で培養できる細胞のデータを使って予測できるというですね、当時としては非常に画期的な内容だったんですね。で、私所属しているがん研究室ボスは肝臓がんの専門家なので、教授にですね、この論文を再現してみろと言われまして、まあ、ボスの命令には従いといけないので、ちょっとやってみようと思ったんですが、やってたらね、なんかおかしいんですね。で、まあ、そのデータ解析だけしかやってなくて、実験はしない論文なので、まあ、データ解析だけすれば再現できるはずなんですけど、この複雑な計算方法がなかなかちゃんと書いてなくて、まあ、これは結構ですね、科学論文でよくあることなんですね。あんまりいいことじゃないと思うんですけど、まあ、なので、しょうがないから、その業界のですね、常識的な方法論をちょっといろいろ試してみたんですが、全く再現しない。でまあ、結構ネイチャーメディシンといったら相当な論文なので、これ多分世界中の人がですねこれに陥ったんですね。そうすると世界中の研究者が疑い始めまして、ついに全部嘘だったっていう今日はもう顔を晒してやろうと思ってですねこれがその論文のヒット著者のポッピーっていうですね男なんですが、デューク大学ってアメリカ の結構名門ですね、デューク大学のがん、の研究者で、お医者さんでもあります。彼自身お医者さんでデータ解析バイオインマティクスもできる、まあ、できる研究者だというふうな触れ込みだったんでしょうけど、まあ、ウィキペディアにもちゃんとエントリーがありまして、まあ、デューク大学におけるスキャンダルというふうにですね、ちゃんと記録されております。これ結構本当恐ろしくてですね、こいつが適当なことを言ったので、デューク大学が本当にですね、臨床試験を始めました。当時まだ論文出た時は。で、ここでですね、これは全然別の記事ですが、このポッピーの方法で全く関係ない抗がん剤を投与されたおばあちゃんの記事が出ています。結構ですね、笑い事じゃない、なんてことしてくれたのか、私はまあね、ちょっと再現したいなって思って教授にどやされるぐらいで済みましたけど、全然関係ない抗がん剤を投与されたおばあちゃんもいたわけで、結構ですね、再現性って重要だなと思います。で、まあ、再現性、科学における再現性に関して言うと、やっぱり、データサイエンスというからには再現性が必要で、まあ、それはですね、科学だけじゃなくて、まあ、ビジネスでもそうかなっていう気もしてます。で、これを支えるのがですね、オープンな基盤。まあ、マスマティカとかマトラボとかですね、非常に優秀なソフトウェアなんですけど、あれオープンソースじゃないので、中がどうなってるか分かんないんですね。でまあ、社員の人しか中は見られない、普通の人使ってる人は中をどういうふうにやってるかわからないので、そういう意味で、まあ、全てがオープンな環境である、まあ、Python でですねデータ解析をするっていうことは非常に大きな意味があるかなと思います。でちょっと話それますけど、まあ、そのデータサイエンスっていうことだけじゃなくて、サイエンスをちゃんと再現性あるものにするっていうことに関して言うと、そのオープンサイエンスってですね、
あの動きが結構世界的に出始めていて、実験したデータをデータとともにですね、データの解析方法とか実験の条件とかですね、そういうものも全てあのみんなでオープンにしていこうというような動きもあります。まあ、そうすると、まあ、そのサップ細胞ってあるんですかねってちょっとなんかねブラックなこと言ってるような気がしますけど、あれもですね、だからその本当に最初からデータをこう開示してみんなで検証するっていうようなことができる世の中だったら、まあ、あるのかどうかわかんないですけど、あんまりそういう、ね、大きなスキャンダルにならなかったんじゃないかなと思います。こんな感じでまとめます。データサイエンスはデータ駆動型サイエンスということで、まあ、大量のデータを巧みに処理して何らか真理を探求するというのがデータサイエンスだと思います。まあ、そうは言ってもですね、非常に前処理が重いので、重いというかそこに手間がかかるので、まあ、汎用言語でやるということが非常に役に立つんじゃないかなと。まあ、そうですね、データの整形とかスクレーピング、ウェブアプリの開発まで全部 Python ならできます。で、最後の話したのは、まあ、再現性が重要だと。まあ、それはサイエンスだけに限らず世界でもそうだと思いますけども、それを支えるのはですね、やっぱりオープンな環境、誰でもその環境をこう作れるし、誰でもその環境の中でどういうことが行われているのか、見ようと思えば見られる、そういうのが整っているというのは非常に再現性には重要なんじゃないかなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、辻さんありがとうございました。あのいつも柔らかい内容なんですけど、今日はあのが多いんですけども、今日は大学の授業のようなソリッドな内容で自分も驚いてしまいました。会場から質問ある方どうぞ。誰ですか。あ、どうぞどうぞ。どうもご縁ありがとうございました。あの、データの再現性というところであの非常にあの重要なことだと思うんですが、特にその医学系とかだとそのプライバシーの問題とかもありまして、まあ、辻さんはあのそういった専門のところなので、これから先その、まあ、いろんなところがそのデータ、まあ、例えばディープファインドがその医療データを集めてたりとかそういう話ありますけど、どういう形でその、まあ、データサイエンスと医学っていうところを発展させていけるのかなというのを、まあ、辻さんの考えがあれば伺いたいです。そうですね、そうなんですよね。だからそれ結構重要な問題だと思うんですけど、まずそのプライバシーに関しては、例えばあの東北メディカルメガバンクっていうですね、東北大学がやってるあの主導してるその人のスニップ、あのなんだあのスニップ、またどんどんどん話が難しくなっちゃいますけど、でもあのプライバシーの情報をですね集める機関です。そこはですね、やっぱり本当にあの人の DNA 情報って究極の個人情報って言われてるぐらいなので、なかなか外に出せないんですよね。やっぱりでも外に出せないと研究が進まないから、匿名化して外に出すという技術がですね結構開発されようとしていて、あの暗号化したままあのデータを解析するとかですね、そういう手法を、その手法自体を研究している人もいます。あともう一方であの医学の面でいうと、やっぱりお医者さんがデータサイエンスにもっと強くなった方がいいなと私は思ってまして、で最近その文部科学省がそのお医者さんとか、ね、医療従事者に対してデータサイエンスの教育をするみたいなプログラムが始まったりしていて、あのそういう医療に携わる人がデータサイエンスのリテラシーを上げるっていうことも重要かなと思います。ありがとうございました。他に質問ありませんか。本当にあの再現性っていうのは重要だなと私も思っているというところで、あのオープンなこともまたつながるっていうところだったんですけど、次回というか、12月ですねから3月、今度企画しておりますサイパイ的なスタパイのイベント の、 あの前振りとしてはすごいあのいいお話だったなと思っておりまして、やっぱりあのこういう、意識を持った方々が、まあ、アカデミックな研究をするとかビジネスでも活躍されるっていう人がこう増えるとですね、あのデータサイエンス の、 そのコミュニティがまあもう少しこう、オープンな方向で、広がっていくっていうふうに思っているので、まあ、あのスタートパイのクラブはあの非常に限られたあのリソースで、やれること魅力ですけれども、あのそういうようなイベントもあのどんどん企画していきますので、あのぜひあの関心のある方はですね、私も喋りたいとかあの、こういう講演が聞きたいとかはあの我々スタッフの方にもぜひ振っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
もう一回ぐらい質問受けられますけども、いかがですか、よろしいですかね。はい、じゃあ、辻さんどうもありがとうございました。では次は女性の登壇者です、レッティの林田さんにお願いいたします。先ほどツイッターでつぶやきがあって、今日の資料公開されてないんですかっていう質問がありました。ごめんなさい、今日は事前配布ありません。後ほど講師の方々から、イベントサイトに、リンクをいただくような形で、公開いたしてますけれども、手元での資料の供給というのはないので、ぜひ食い入るようにこのスクリーンを見ていただければと思います。で後ろの方でちょっと見にくいっていう方は若干前に席が空いているので、無理くり入ってください。はい、じゃあ林田さんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。なんかすごいアカデミックなすごい人の後ですごいなんかもう喋るのがビクビクしてるんですけどよろしくお願いします。私のお題目としてはですね、Python で大量データ処理をしますっていう PySpark っていうののご紹介 の, 内容になります。はい、最初に自己紹介なんですけれども、林田と言います。Twitter はやっています。はい、で今レッティというところに勤めているんですけど、もともと大学ではその音声合成を、進行処理系ですかねとかの方向をやっていて、そこで機械学習とかやってたんですけど、でその後SIR の企業にちょっと勤めて、で、ちょっとウェブ企業に出てきてみたっていう感じですかね。はい、で結構機械学習も好きなんですけど、なんか結構基盤側のコンピューターの方も好きだったりとかして、お前どっちなんだよみたいな感じなんですけど、はい、でお話しする内容はこんな感じ。で突然なんですけれども、この中で、大体その Python で分析している人がすごい多いのかなと思ってるんですけど、大体 Pandas とか SciPy とか使ってるよって人ってどれくらいいますかね。あれ案外そんなに多くない。あ、そうなんですね。ちょっと分析してるよっていう人もいるっていう想定で、一応資料を作ってみたんですけどすいません。Python といえば、PyData っていうコミュニティとかがすごい活発にあるぐらい、その NumPy とか Jupyter とか Scikit-Run、Pandas、SciPy、Matplotlib とかっていろいろライブラリーが充実してますよね。で結構こういうので普段分析してるっていう人が多いのかなと思うんですけど、サービスで例えばレコメンデーションを動かしたりとか異常検知したりとか、そういうその大きいデータで分析しないといけないとか機械学習動かさなきゃいけないっていう時とかがたまにあるんですよね。でそういう時ってPandasって基本的にその、大体メモリ10ギガとか超えると起こしたりするんで、大きいデータをそのまま処理するっていうのはちょっとあまり得意じゃなかったりします。で、そういう時でも1台のサーバーで処理しきれないようなデータを、普通にそのサーバーを並べてで分散処理させることで、データ量が増えてもスケールできるっていうのがこの PySpark っていうプロダクトになります。で一応ですね、Py データに入るのか入らないのか分かんないんですけど、セレリーとかダスクとかっていうライブラリーが他にもその Python 製のものがあるんですけど、そうですね、あんまりその大体この2つともその、公式のドキュメントとかにも書かれてたりするんですけど、大体その 4,5 台ぐらいのクラスターを使われる想定としているので、それ以上となるとあまり対応できません。で、PySpark は1台でも動くし、大きいのだと例えばその海外の eBay さんとか Yahoo さんとかっていうところとかだと、数十ペタバイトとかっていうような大きいデータを数千台のクラスターで回したりとかします。で一応Spark にもですねコミュニティがあって、あんまりその日本でスパークのコミュニティってそんな活発じゃないかなと思うんですけど、海外だとすごい活発で、
スパークサミットっていうのとかがあるんですけど、もうサンフランシスコでもあったり、そのヨーロッパでもあったりとかって結構各地でやってて、その私もちょっと参加したことがあるんですけど、まあ、3000人とかそんな規模で行われてたりするんですね。で多分日本で あんまりその辺がないのがデータ量の差なのかなとちょっと思っていて、まあ、やっぱりアメリカとかだとで人口も多いのでデータがたまるスピードも速いのかなと思っていて、まあ、日本もこれから先、まあ、増えていって、まあ、スパークの需要も、まあ、上がる可能性もあるかなとかっていうのを思ってるんですけど、で、まあ、そのスパークのですね、コミュニティが、まあ、運営というかそのスパーク自体を作っているそのデータブリックスさんっていう会社があるんですけど、そこが出しているその大体そのスパークのユーザーの各言語利用者の割合ですね、スパークって基本的にそのスカラっていう言語で書かれてるんですよ。でインタープリターがいくつかその Python 含めていくつかあるんですけど、結構そのデータサイエンスが流行ってるのもあって Python の利用者がすごい増えてるんですね。書かれてる元々書かれているスカラの方が最初多かったんですけど、そっちよりも結構 Python の伸びが多かったりします。で、スパークを何に使っているかっていうのを持ってきてみたんですけど、まあ、データエンジニアリングで使われることが最初多かったんですけど、まあ、最近はそのスパークの機械学習のライブラリーを使っている人も結構多いよっていう。で、これスパークサミット2017年 のスケジュールなんですけど、もう ほとんど半分以上マシンラーニングだったりとかします。で、まあ、そんなスパークなんですけど、ここからちゃんと説明に入ろうと思います。で、スパークが何かって、まあ、一言で最初言いますとですね、OSS の並列分散処理フレームワークです。たくさんのサーバーを並べることで1台のサーバーでは処理しきれないような、大きいデータをうまく動かしきってくれるっていうのが良いところですね。スパークのいいところとして分散処理で行うときって、まあ、大体その例えば 4,5 台並べたとして、まあ、1台だけそのサーバーが途中でその処理が止まっちゃったとかって言った時に、それもう一回流し直すの自分でやるのとかめんどくさいじゃないですか。でその辺とかをフレームワーク側が勝手に、あ、ここで落ちたからこれはちょっと違うサーバーでやり直そうとか、そういうのをうまいことこうコントロールしてくれる機能があるんですね。で、あとはその、まあ、例えばそのジョブ側をいくつか並べたとして、そのジョブをこのジョブを先にやって、その後にこのジョブをやってくださいみたいなのも、まあ、処理を一連の処理を書くとフレームワーク側が勝手にこれを先にやって、これをやるべき、これは後でやるべきだとかっていうのを判断してやってくれたりとかします。で、あとですね、まあ、その並列分散処理フレームワークっていう意味合いで言うと、他にも例えばマップリデュースとかハイブとかそういうのもあるんですけど、まあ、スパークがその辺と何が違うかっていうところの一つとして、処理が高速に行われるようなそのチューニングが結構カリカリにやられてるんですね。まず、まあ、ディスクに着地せずになるべくオンメモリ上で処理しましょうっていうその設計思想があるっていうのと、あとはその JVM って基本的にその汎用的にウェブアプリケーションに使いやすいような作りになってるんですけど、それだとそのスパーク使う場合だと、まあ、並列分散処理って意味合いだともうちょっとこうした方がいいよねみたいなところとかがあったりするんですけど、その辺をまあ、うまいことなんかこうスパーク独自のメモリの使い方をして早くしてたりとか、あとはその、まあ、キャッシュとか一回使ったデータはメモリ上に残しておいてもう一回使うっていう機能とか、価値円評価って言って、まあ処理を記述した時にその時に実行するんじゃなくて、その処理が本当に必要になった時に実行されるっていうようなことが行われています。で、あとさっき言ったんですけど、複数の言語から使えるっていうのも強みかなと思っていて、Python 以外にも R でも使えますし、あとは、まあ、Java とか Scala でも、あと SQL も使えます。で、最新の Spark 2.2 だと Python は 2.7 と 3.4 以上に対応しています。
であとなんか今回あのまあなんていうかその分析系の人が多いのでちょっと機械学習寄りの話をした方がいいのかなとも思ってるんですけど、まあ、機械学習以外にもそのストリーム処理とかあとは、まあ、グラフ処理とかそういうのもできたりとかあとはあの処理の流れが UI で見えるようなものがあってあの、まあ、結構使いやすいよっていうのがあります。で、あのこれスタック図なんですけどあのスパークってもともとそのあのコアな機能を持っているスパークコアっていうところがあってその上にあの、まあ、大きく4つのライブラリーが載っていて、まあ、スパークシーケルっていうその SQL であの記述するためのライブラリーとストリーム処理を行うようなライブラリーとあとはその MLlib っていう機械学習のライブラリーとあと GraphX っていうグラフ処理を行うライブラリーです。あとデータソースも結構いろんなものに対応していてもともとはその Hadoop の上に乗っかって動くことを想定して作られたものではあるんですけど、まあ、そうとは言わずに S3 とか BigQuery っていったようなそのクラウド上でも動くしあとはそのカサンドラとかもう MySQL とか Postgre とかでも動くしフォーマットもあの CSV とか JSON とかあと Parquet とかいろいろ対応しています。これ一応 UI の例を持ってきてみたんですけど、まあ、こういう感じであの処理の流れをあんまりそのプログラム書く人は気にせずに大体こういうことやろうって言って書いたら勝手にそのフレームワーク側があこれとこれをあのジョインしたいからあのこっちを先に処理するんだねとかっていうのを勝手にこういうそのダグっていうあの、まあ処理の流れを書いてくれたりとかあとはその各タスクにどれくらい時間がかかっているのかっていうのを示してくれたりとかあとはそうですねあの、まあ、大体そのメトリックスで GC にどれくらい時間がかかったとかデータをどれだけ読み込んだとかっていうのも見えたりとかします。はい、まあ、これだけ今までちょっと説明ざーっとやってみたんですけどわーっと説明されたってでもなんか並列分散処理ってなんかもうちょっとプログラム書くだけでもめんどくさいのになんかその分散処理って聞いたら余計めんどくさいわって思う人結構いると思うんですけどはい大丈夫かなスパークは1台でも動くしその入門するのはすごい簡単であのちょっとインストールの手順持ってきてみたんですけどもうこれで終了です。あの普通にダブルゲットでソース持ってきてであの回答してでディレクトリー入ってでビンパイスパークだったらもうすぐにプログラム始められる感じですね。であとまあこれは普通の手順あのインストール手順を書いたんですけどあでちなみにこれ別にその 4,5 台作ったからってその全部に対してこれやらなきゃいけないわけじゃなくてそのクライアントっていうその処理を実行ってそのエンターキーを押すところにあれば大丈夫なんで、はい、であとはそのそうですね、あの Spark 2.2 からはその PIP でもインストールできるようになったんで、まあ、あの簡単に試したいっていうだけ手元で試したいんだったらその PIP 使ってもいいですしあとは結構あのいろんな人が、まあ、Docker 使ってると思うので、まあ、Docker 使うのも便利かなと思います。まあ、ただあの PIP でインストールした場合ってあのクラスターってその分散処理はできないんで手元で動かすときだけで、じゃあ本格的に動かすときどういう構成になるのかっていうと、まあ、こういう構成なんですけどあの、まあ、HDFS っていう、まあ、Hadoop っていうそのビッグデータのプロダクトがあって、まあ、それの、あの、はい、分散ファイルシステムがあってその上にリソース管理とジョブ管理のやんっていうものがあってその上にもともと Hadoop 時代は MapReduce が動いてたんですけどそれの後継として Spark が動くっていうような形ですね。でただあの最近では結構そのこの下回りもいろんなものが出てきててその HDFS のところはさっき言ったようにその S3 とか GCP の BigQuery とかあの GCS とかをも使えますしリソース管理のところはメソスとかあと Spark 自体にも一応あのリソース管理のスパックスタンドアローンっていうのがついているので、まあ、あのそれを使ってもいいよっていう
アメリカとか行くと結構そのスタンダードで動かしてるところも多いみたいなんですけど、はい、まあ、そういう感じです。はい、で、スパークには2つのプログラミングモデルがあって、あの1つが RDD で、もう1つがデータフレームなんですけど、RDD は一言で言うとコレクション処理の、そのリストに対する処理をするような感じで動かすんですね。だからあの普通そのリスト処理って、その1台のサーバー上で普通にリストに対する要素の処理を記述していくと思うんですけど、本来だったらそのリストが大きくなっていった時に、じゃあそれ一度に処理しきれないじゃんっていうことになると思うんですけど、あのスパークを使うと、まあ、あのプログラマーから見るとその1個のリストに対する処理を行っているように見えるんですけど、実際は裏で分散処理で複数のサーバーがあの別々に処理を動かしているっていう感じになります。で、RDD の方はその非構造化データにあの、まあ、対する柔軟な処理が行えるっていうのが強みで、まあ、行指向で処理が行われます。で、データフレームの方はあの、まあ、SQLite に処理する、まあ、あのパンダスみたいな感じですかね。パンダスのデータフレームに結構似てる感じで、あのスキーマを利用できますっていうのと、その列指向の処理なのでその分析に向いているっていうのがあります。で、あのデータフレームはあの、まあ、オプティマイザー、まあ、データベースとか詳しい人だと分かると思うんですけど、あのそのオプティマイザーっていう、なんていうんですかね、その処理の最適化を行うようなその機構があって、まあ、そういったもの の恩恵を受けることができるとか、あとはその SQLite に書けるので、そのプログラム書けなくても SQL 書けるよっていう人結構いると思うんですけど、まあ、そういう感じでそのコードの可読性が上がるっていうような特徴があります。で、RDD とデータフレーム、まあ、あのさっきのスタックスで言うと、まあ、ライブラリーで言うとその RDD は Spark Core っていうところに入っていて、データフレームは Spark SQL っていうところに入っていて、あのだからそのデータフレームは RDD の上で動いているようなイメージですね。で、あの実際にそのオプティマイザーによる最適化の例を持ってきてみたんですけど、まあ、例えばですけど、そのさっきあの左側を見てもらうと、そのオレンジのデータと緑のデータがあって、それをジョインしてフィルターするっていう処理が最初にあるんですけど、それをそのオプティマイザーがあのどう解釈していくかっていうと、まあ、フィジカルプランでは、まあ、じゃあそのフィルターの処理を先にやってからジョインした方がその処理するデータ量減るからいいよねとかっていうのを勝手にその考えてくれて、でさらにあのパーケットとかっていうその なんていうんですかね、そのデータ処理用 あのフォーマットがあるんですけど、そういうのをあの使うと、そもそもそのデータをスキャンする状態あの時からそのパーケット側で勝手にフィルターをかけてくれてジョインするっていうようなこともできたりとかします。で、まあ、一応ワードカウントを持ってきてみたんですけど、うん、まあそうですね、まあ、加工して集計して並び替えっていうのが、まあ、5行ぐらいで書けるよっていうような感じだったりとか、まあ、データフレームだとこんな感じで、まあ、あの上の方はちょっとデータ作ってるとこなんで、まあ、気にしないでほしいんですけど、まあ、データフレームっていうものに対してフィルターしてグループバイしてカンプしてって結構その分かりやすいよねっていうそのところがあると思います。であの PySpark のアーキテクチャなんですけど、もともとそのスカラで書かれているんですけど、 Python で動かす場合は少しあの、まあ、なんていうかスカラで動かす場合とちょっとあのアーキテクチャに違いがあるんですね。で、RDD とデータフレームで、まあ、あのマスター側の処理はあんま変わりません。まあ、Spark の そのコンテキストというものが最初呼ばれて、そこから Java の Spark コンテキストに Py4j で渡されて、で、そこからワーカーに、処理を投げるんですけど、ワーカー側の処理がその RDD とデータフレームでちょっと違っていて、RDD の方だとあの Python のプロセスがあの動くんですね。なのであの Python ってその GIL の仕組みがあるので、 あんまりその処理の並列化っていうところとかがあんまり得意ではありません。なのでちょっとあの PySpark で RDD 使うときは結構そのちょっと性能ネックが起こることがあります。で、あのデータフレームの方だと、まあ、そのオプティマイザーが動くっていうところがもうそもそもあのなんていうかその Java で動かしているので、まあ、そういうことがありませんよっていうのがあります。はい、まあ、こういう感じで、まあ、パフォーマンス上の問題点がありますよっていう感じですね。
で、パフォーマンス一つの図を持ってきてみたんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、あのスカラだと、じゃない、RDD だと遅いんですけど、まあ、スカラだ、じゃないデータフレームだと早いよねっていう、まあ、あのなるべくデータフレームで書きましょうっていう感じで、その他の PySpark の特徴なんですけれども、まあ、あの Java だと分析系のライブラリってそんなにないと思うんですけど、 Python だと結構あると思います。でさっき あんまり使わない方がいいよって言ったんですけど、 RDD の場合とかだとすごい柔軟にその処理が記述できるので、例えば一つの RDD の中で NumPy を使うとか SciPy を使うっていうことができたりとか、あとはその分析結果を一回その Pandas に落として、で Jupyter ノートブックで可視化するとかってことができたりします。で、たださっきパンダスとその、まあ、相互で連携できるよって言ったんですけど、ちょっといろいろそのシリアライゼーションとかのところの問題で、そのパンダスから、スパーク、スパークからパンダスっていうところ そのデータの変換のところでですね、その何回も何回もそのデータのコピーとかっていうのが起こるのですごい遅いんですよ。まあ、なんか例で言うと、この間そのスパークの分析結果をパンダスに落としてみたら、なんか数百キロバイトぐらいのやつにその5分とかかかったりとかしています。でちょっとそこら辺問題なんで、最近だとそのアパッチアローっていうのプロジェクトが起こって、まあ、あって、そこで、まあ、全部そのスパークとパンダスに関わらず、その Ruby とかも含めて、まあ、同じそのシリアライゼーションの仕組みを使うことで、まあ、そのゼロコピーで早く変換を行えるようにしましょうっていうことが起こってたりとかします。一応そのアパッチアローもこんな感じですっていう感じですね。で開発中なんですけど、今 Spark 2.3 っていうのがあって、まあ、これだともう Spark からパンダスの方だと、もうこのコンフィグを指定することで、まあ、このアンパローを使えるようになってきてたりします。逆はまだちょっとまだみたいですけど、はい。でやっとスパークマシンラーニングに出てなったんですけど、まあ、スパークには RDD ベースの MLlib っていうのとデータフレームベースのスパーク ML っていう2つの機械学習ライブラリがあって、まあ、基本的にそのスパーク ML を使うように、まあ、コミュニティとしては寄せてきていたりします。で基本的にそのサイキットランの影響をすごい受けているので、サイキットランにあるやつをどんどんなんかこう、まあ、分散に向いているものから実装している感じですね。なのでその分散に向いてないものは有名なのでも実装されてないのとかあったり、なんか例えばアダムオプティマイザーとかすごいみんな使うと思うんですけど、まあ、スパークには分散に向いてないからという理由であまりその実装されてなかったりとかします。で、まあ、代表的な機械学習手法をスパークで使えるものを一応持ってきてみたんですけど、まあ、こんな感じです。まあ、普通にいろいろありますよっていうの、まあ、サイキットランほど充実してはないかもしれないんですけど、まあ、普通にそのエバリエーターとかチューニングのやつとかそのデータジェネレーターとかもあったりとかします。さっき出てきたコロモゴロフ積みの保険定ができますよ。はい。で、まあ、せっかくなので一応レコメンデーション のデモを持ってきたんですけど、はい。まあ、結構すごい簡単に書けますよ。あれ映ってない。すみません。あ、した。見えますかね。まあ、こんな感じで、すごい、こうバーって書いてるんですけど、まあ、結構あまり記述量少なく書けますよっていうのを、示したかっただけなんですけど、まあ、データを読み込んで、でインプットがその型とか指定して、でパラメータ設定して、でパイプラインで、あ、パイプライン使います。最近トラブルもあると思うんですけど、
でパイプラインでその、まあ、その特徴量の変換から、実際の、今回その協調フィルタリングの ALS っていうのを使ってるんですけどそこのそのフィッティングまで全部一気通貫してやってくれます。で、モデルの評価もこういうふうにできて、でじゃあ実際ちょっと評価した結果をここに、もうちょっとビビーなのであの この場でやると失敗すると嫌なので載せてきたんですけど、まあまあまあ微妙だけど、まあ、まあまあかなみたいな値が出てきたりとかします。であとはその、まあ、例えば全ユーザーに対して予測値の高いムービーを10個レコメンドするとかっていうようなのもこうサクッと書けたりとか API がありますよですね。あと一応ちょっとあのこのままだと、あこれあの今日の発表その PyCon の再演なんですけど PyCon と全く一緒なのもあれかなって思ったんで一応もう一個だけでも持ってきたんですけど、これは、アメリカのボストンの住宅価格を予測するっていうのをやってみましたと。で、まあ、元のデータはこんな感じですね。あのちょっと分かりにくいと思うんですけど犯罪がどれくらい起こってるとかなんかそのこれ何でしたっけね、まあ、このエイジとかだと、まあ、古い家どれくらいあるみたいなのとか、まあ、そういうその特徴量があってでそれをあの、まあ、あの機械学習に適したようなそのラベルドポイントっていうので変換してでこれを今度はそのレグレッションでリニアレグレッションで、回帰をしますと。でさらにあのパラメータチューニングの設定とかそのパラムグリッドとかとか使えたりとかをするんで、どっか行っちゃった。とかあとエバリエーターに RMSE を指定してであの交差検定を実際に実行するとかっていうところもこれあの昨日の夜バタバタ作ったんですけど、まあ、3時間ぐらいで作れちゃったりするよっていうような感じですね。サイキットラーニングもできると思うんですけど、まあ、スパークの良いところとしては、まあ、大量データでもこれが動ききるっていうことです。はい。まあ、じゃあ戻ります。で、あとですね、あの私そのレッティにあの5月に入社したんですけど、まああのなんかそのデータサイエンティストっていう肩書きが入ったんですけどなんかデータの分析基盤がないから作ってって言われてなんかあの2ヶ月で作った分析基盤です。であのスパークデータ分析にデータ処理にも使えるんで、まあ、ここでちょっとスパークを使ってます。で、ETL の紹介用としては、まあ、あの1日に数十ギガほどデータが来るんでその処理をまあ、例えばリクエスト URI とかユーザーエージェントみたいなのをその分析しやすい形に改良あのちょっと整形したりとかあとなんかセッショナイズの ETL でやってとかって言われたんで結構めんどくさいと思いながら書いたんですけど、はい。でここでその PySpark を利用したのでこのその PyCon でこの話をすることになったんですけど、まあ、あの PySpark を利用した一応理由を挙げてましてまずはその EMR 使えばその、まあ、環境構築がいらないっていうあの例えばそのさっき出したダスクとかセレリとかもあるんですけど、まあ、環境構築が必要だしであとはまあさっき言ったようにそのクラスター の、まあ、その台数の制限みたいなものがあったりするので、まあ、スパークを選びましたと。であとはそのビッグデータ処理の機構としてっていう意味だとそのハイブとかプレストとかっていうのもあると思うんですけど今回そのセッショナイズとかそういう非構造化データに対するその柔軟な処理がしたかったんで、まあ、そのスパークを利用することにしましたと。であとはそのスパーク利用するってなってもあのスカラー使える人っていうのがその社内に私しかいなくてで、Python 使いが多かったんで、まあ、メンテナンスを考慮して
Python で書きました、うん、でまあ、あのチューニングのチップスとかも一応載せてたりするんですけど、まあ、なるべくデータフレームを使うとか、あとはジョインとかする場合、あのデータベースだとその結構コストベースオプティマイザーとかが効くと思うんですけど、その Spark とか Hive みたいなそのデータウェアハウス の製品ってあまりそのコストベースオプティマイザーがまだあまりこう進化してないので、その辺の処理を自分でやってあげる必要があります。であとはそのストレージの利用もその S3 と HDFS をうまく使い分けましょうねとか、データフォーマットはパーケットを利用するといいですよ。あとはそのメモリチューニングとして、そのまあスカラを使う場合と比べると、そのオフヒープ、オフヒープってあの JVM 以外のメモリ領域なんですけど、を使うそのサイズが大きくなるんで、そのオフヒープに対するそのメモリの割り当てを少し大きめに設定してあげる必要がありますよとか。であのさっき出したんですけど、そのアパッチツェッペリン、あのいきなり出てきたんで何だと思ったんですと思ったと思うんですけど、あのあえてその、あの一応 Jupyter でもあのスパーク使えるんですよ。でただあの、まあ、みんな多分使ってると思うし、なんか私も普段は Jupyter なんですけど、まあ、知らないものを紹介した方が、うん、いいかなと思って持ってきてみたんですけど、あの、まあ、ツェッペリンっていうのはあの Jupyter ノートブックみたいな感じで使えるようなものなんですけど、 EMR だとそのあの大体ポチポチして使えるんですけど、そのポチポチする中にゼッペリンっていうのが入ってて、ポチってすると勝手にインストールして使えるん で EMR 使うときだとゼッペリンが便利ですよというのがあります。まあ、こんな感じで使えます。あのグラフとかも表示できるし、まあ、あのなんか縦に割ったりとかもできるんですよね。であの普通に Spark でも使えますけど、 Python も使えるし、あとスカラも使えたり R も使えたりとかします。はい、でまとめなんですけれども、Spark は OSS の並列分散処理のフレームワークです。で、まあ、豊富な機能があって、 EMR とかデータプロ、あの GCP のやつですねとかで気軽に使えますよ。で、まあ、PySpark を利用する場合は、まあ、オーバーヘッドがある場合があるので、あの、まあ、RDD とか使うときには、まあ、ちょっと注意が必要ですよ。で、レッティでは PySpark を使ったデータエンジニアリングを行っています。はい、まあ、今日の発表内容はこんな感じです。ご清聴ありがとうございました。林田さん、ありがとうございました。あのガチなデータサイエンスのお話だったと思います。本当に参考になったと思うんですけども、あの会場から質問ある方はぜひ挙手お願いします。なんか、あ、後ろの方、あかねさんかな。大変あの面白いお話ありがとうございました。PySpark とかその Spark とかっていうのが どの程度の規模から使い始めるのがいいとか、まあきっと 困ったら使うんじゃないかなとは思うんですけど、あの今の規模でやっぱりちょっと問題があるかあるっていうところからっていうような気もするんですけど、なんかこう目安とか、もし例えばレコードがあのこれぐらいの規模、データのサイズがこれぐらいの規模とか、そういうふうな目安とかもしあれば教えていただければと思いました。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、あの私も基本的にあの別に分散処理使わなくてもいいんだったら分散処理使わなくていい方がいいじゃんと思っていて、で実際その PyData の方がいろいろそのディープラーニングとかもサーキットランとかも、まあ、メソッドとかは充実してたりとかしますと。で基本はあのそっちを使う形でいいかなと思っていて、で、まあ、PySpark とか普通にそのスカラのスパークとかっていうのを使わなきゃいけない場面としては、まあ、だいたいそうですね、データ量が10ギガを超えるようなデータに対する処理をしないといけない時とかで、基本的にその分析とかってサンプリングして、まあ、そのデータ元のデータ量が大きくてもそれをサンプリングして分析するっていうことが多いと思うんですけど、例えばそのじゃあそのアドテクとかの場面とか
で、その全員に対してその広告のレコメンデーションをするとか、あとは異常検知でそのなんかスパムのメールを判定するみたいな時って、そのサンプリングして処理実行すればいいっていうわけにいかないじゃないですか。そういう場面で、まあ、使うことが多いかなと思ってます。ありがとうございました。はい、他に会場のご質問ありますか。あ、どうぞ。EMR を AWS だと思うんですけれど、なんかその下の方は HDFS のところはなんかビッグクエリになってたような気がしたんですけど、気のせいでしたっけ。なんかEMR、 あ、さっきの図ですね。さっきの図はこれですよね。あ、これはですね、EMR でその S3、そのこれ入力と出力を表してるんですね、矢印が。で、EMR があるところに関してはですけど、で、S3 から入力して、S3 に、はい、出力して、で、その結果をビッグクエリに流して、分析でビッグクエリを使ってます。わかりました。なんかちょっと勘違いしちゃって。はい。でもどっちでも EMR は S3 であろうがビッグクエリなら、どっち側でもやれる。あ、そうですね。で、ただ、そうですね、EMR からビッグクエリ使うってなると、この、そのデータ転送量がすごいお金かかるんですよ。だからあんまりそれはやらない方がよくて、でそれをやりたいんだったらデータブロックを使った方がいいんですけど、だからデータブロックもなんかなんていうか、そのビッグクエリ自体がそのスパークのために作られたものではないので、なんか処理がやたら重くなるんですよね。でそのデータブロック で処理したいのであれば、そのビッグクエリのデータを一回 GCS に移してからやる方がいいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。あともう一個、グラフ X とかって、そのグラフみたいに出すやつって、はい、結構その、どれぐらいネットワークみたいに出す表示とかできるんですか。データがたくさんあっても、その実際分析できる限界とかってあるんでしょうかね。いや、基本的にはその公式にこれぐらいまでしかできないとかそういうのはなくて、で、まあ、ページランクとか行う場合でもなんかそうですね、基本的に他 の使い方の場合と一緒なんですけど、ページランクとかの場合だと、その何回かその ドライバーって、マスターノードとそのちょっとアクセス したりとかするんで、まあ、その辺 その負荷がかかるのとかっていうのはちょっと ありますね。割といくらでもできる、限界がある、そんなに限界なくできると思ってます。限界がないわけではないです。もちろんその分散処理したからってその線形に必ず線形にそのスケールするってわけではないので、必ずやっぱりオーバーヘッドっていうのはあるんですけど、そうですね、まあその現実的な使い方してる範囲は大丈夫じゃないかなと思うんですけど。わかりました。ありがとうございます。はい、他に質問ございませんか。かなりハイレベルなお話だったと思います。レッティさん、非常に企業として面白いなと思ってて、で Python 界では結構有名な中川さんっていう方がいらっしゃって、で PyConJP でも林田さんともう一人、中川さんという方でレッティから2名、講演されましたけど、こういうハイレベルの内容をどうやって勉強してるのっていうところが聞きたいところで、ぜひなんかそのコツとかこういうふうに取り組んだらいいんじゃないっていうのは、今日データサイエンス興味あるけどまだ始めてないっていう人も、なんかそういうこう、アドバイスみたいなのがあれば、ぜひ。正直そのデータサイエンスがやりたいっていう人であれば、別に最初から PySpark 使わなくていいかなと思っていて、普通にそのサイキットランとかKeras とかから入るのがいいのかなと思っています。で、使わなきゃいけなくなって PySpark を使わないといけなくなった人向けっていう意味で言うと、一応私その一応スパークコントリビューターもやってたりとかするんですけど、やっぱりそのソースコードを見るっていうのと、あとスパークも一応論文が出てたりとかするんで、その辺を見てその設計の思想っていうのを理解すると、大体
こういう気持ちでここ書いたのかなみたいなのがちょっと分かってくると楽しいかもしれないです。すごい設計の人重要だと思いました。あのすごい参考になるお話だったと思うので、あの懇親会もあの出ていただけるんですかね。もしあの質問とかあればですね、また林田さんに伺っていただきたいと思います。それでは林田さん、ありがとうございました。ちょっとだけ休憩挟んで25分に再開とさせていただきます。短い休憩でしたけれども、再開させていただきたいと思います。次は、損保ホールディングスの中林さんです。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、皆さんこんばんは、中林と申します。保険屋がなんでこんなところで話しているのかっていうのはもうちょっと後でお話ししますが、まあ、さっきも質問あったと思うんですけど、すいません、こう話すとノイズが入らないですね。さっきパンダスとかサイキットランとか出てきたと思うんですけど、この中で、例えばパンダスを使ったことがある方いらっしゃいますでしょうか。のかなり多いですね。じゃあ、サイキットラン若干減ります。テンソルフローかチェイナーでディープラーニングに回したことがある人、ここそこいますね。じゃあ、ジャンボとかフラスクでウェブアプリ書いたことがある人、あ、よかった、ほとんどいなかったらどうしようかと思ったんですが、こんなところを、事業会社としてどんなふうに使っているかっていうのをお話ししつつ、多分 Python だけじゃ解決できないところが多いんで、環境とかですね、やっぱり人が、皆さんみたいな人が必要なんで、人をどう採用しているか、もしくは育成しているかということを、お話ししていきたいと思います。そもそもお前は何ぞやっていうんですが、まずですね、学生時代は、化学やってて、コンピューターシミュレーションをやってました。で、その後、インターネットが流行りだしたんで、
IT で飯食っていきたいなと思って、あの IT で、募集している仕事を探したら、たまたまなんですが、こういう製造メーカーに、拾ってもらって、ここであの IT をやってました。情報システム部門ですね、やってて、データベースとかですね、データ分析の、基盤を作るとかっていう仕事も、ここでやってました。で、5年ぐらい働いて、もうちょっと IT に深く、携わりたいなと思って、テクノロジー的に、先端を見たいなと思いまして、こういうところに、転職しまして、データベース周りとかですね、分析ソリューションを扱うような、事業部門に、おりました。で、途中でワトソンみたいなやつが出てきて、まあ、これあの開発のやつは伝わってないんですけど、横のですね、東京基礎研がどういう、アプローチでこういうのを作ってるかっていうのを横で見ながら、過ごしてきました。で、その後ですね、トップホールディングスのデータサイエンスラボっていうところで、データを使って何か新しい事業を作れないかっていうのをしばらく考えた後で、去年の10月、ちょうど1年前ですね、ここに、入りました。トップホールディングスのデータサイエンスラボっていうところに、入ってます。まあ、どんなことをやってるか後でご紹介したいと思います。で、傍らですね、3つぐらい肩書き持ってまして、筑波大学でですね、学生に、まあ、データサイエンスじゃないんですけど、サービス工学っていうですね、サービスをエンジニアリングするっていう、学問の中のビッグデータアナリティクスっていうのを教えてます。で、そこであの学生には Python をちゃんと使わせてですね、いろんなデータ触らせてます。あとですね、データサイエンティスト協会というところで、理事をやっておりまして、まあ後でお話しするんですけど、じゃあデータサイエンスをやるためのスキルセットってどんなのが必要かっていうところと、事業で使っていく、まあ、事業会社が使っていく上で何が必要かっていうようなことをコミュニティ作りながら、やっているっていうのが、私の、なりわいです。で、あの今日 Python の話なんで、自分が何触ってきたかずっと、洗い出してみたんですけど、まあ、ベーシックでですね、学生時代あのコンピュータシミュレーションやってたんで、 Fortran で計算やって、数値計算やってでですね、あと C プラはこれ遊びです。あの Windows のですね、Windows95 が出てきたんで、あの GUI プログラム作ってみたいなと思ったんで、C プラなんかで、GUI プログラム書いたり、あと、まあね、インターネットで、その頃はパールが主流だったんで、パールでですね、スクリプトでですね、CGI を作ってみたりとやってました。で、そうしているうちに、サーバーサイド Java が出てきたんで、 Java と JSP で、サーバーサイドをやりながら、PHP に移行して、でデータベースでですね、Postgre とかですね、MySQL でデータストアが出てきたんで組み合わせて、今のトランプって呼ばれてますけど、みんなサーパッチ、PHP、MySQL もしくは Postgre みたいなことを、やって、若干、だせ、レコメンジにそれるんですが、XML ですね、クエリスで X クエリなんかも、触ったりしていましたと。で、そうしているうちに、Python が出てきたんで、これ面白いと思って、飛びついて今に至るっていうのが、言語の履歴でございます。ちなみにあのさっきもあったんですけど、あのさっきは、お金じゃなかったですね、何が儲かるかっていうのは、ランキング出てるんですけど、 Python が一番儲かりますよっていうのが、これどこだ、テククランチあたりかなで出てました。で、ただ 見渡してみると結構新しい、言語が多くて、あのまあC は当然古いんですけど、それ以外は90年代後半から出てきたやつで、まあ、オブジェクティブ C なんかはまだ、15、6年ですという感じで、どん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 変遷していくので、あの例えば今日いらしている若い方は、多分年を取ると Python は実はもう、なくなっているとかっていうこともあるかもしれないです。余談でした。で、じゃあ何をやってるかっていうと、まあ、保険やなんですけど、我々のチームは全然違ったことをやってまして、あの保険以外の新しいサービスビジネスとか、まあ、保険のビジネスもどんどん、IT を使って変えていくっていうのもミッションの一つなんですけど、保険以外のサービスビジネスを、R&D するっていうのが主なミッションに、なっていて、シリコンバレーとですね、東京にラボを置いて、本当に新しいサービスとか技術の実証実験をやりながら、使えるものを事業実装していくっていうことをやっております。ちょっとイメージビデオがあるんでご覧いただきたいと思います。圧倒的なスピードで変化する
デジタルテクノロジーと、それに伴い変化する社会と人々の行動、将来を見通すことが非常に困難な時代を迎えています。いち早く情報や変化をつかめる環境を求めて、ソンポホールディングスは2016年4月に東京都シリコンバレーソンポデジタルラボを設置し、デジタル戦略における重要テーマの研究開発体制を構築しました。東京ではソンポホールディングスのイノベーション推進のコントロールタワーとして、各グループ事業会社の R&D を支援します。シリコンバレーでは先端テクノロジーに関する最新動向の情報収集や、スタートアップ企業とのネットワーキング、デジタルテクノロジーを活用した新たな体験価値を創造していきます。具体的にはデジタルテクノロジーに慣れ親しんだ若者層に支持される商品サービスの開発、既存の事業領域とは一線を画した発想、テクノロジーに基づく新たなビジネスモデルの構築、 IoT やセンサーを活用した顧客体験価値を向上させる商品やサービスの開発、 AI などの新たなテクノロジーを活用した業務効率化、ソンポデジタルラボは進化するデジタルテクノロジーを見極め、お客様に新しい価値をもたらす挑戦者であり続けます。若干持ってますけど、こんな感じのことをやってます。僕まだドローン飛ばしてないんですけど、いつかドローン飛ばしてですね、映像をいっぱい撮りまくって、それをディープライン出してみたいなとかって思ったりしてます。いうのが、我々の、部門で、そもそも事業会社なんでデータがいっぱいあるから、そこからスタートかなと思いきや、全然違ってですね、何やってるかっていうと、さっきもありましたけど、環境でも何もなくてですね、そもそも、データ価値あるから何か使えっていうトップダウンでですね、落ちてきてたんですけど、じゃあ何に使うのっていうところも考えられてなかったんで、そこをですね、データドリブンは大事なんですけど、やっぱり事業戦略ドリブンでも考えなきゃいけないんで、じゃあこの事業、この、会社が何を、データを使ってやりたいのかっていうことを、事業部門とですね一緒に考えながら、じゃあデータはこんなのが必要でとか、こんなプラットフォームが必要でっていうのを、考えています。一応責任はいかないんで少しずつ進めています。あとは人が少ないので、データサイエンティスト組織を立ち上げてはみたんですけど、なかなか、社内からも人が集められないので、採用する。であとはそれでも足りないんで、プログラムを作って、そこに、来てもらって、ある程度学んでもらって、うちに来てもらうっていったようなブートキャンプといったものも、始めています。あと、環境データ分析って言っても環境がなかったので、クラウドに環境を作って、データ分析できる、器も作りつつですね、データもですね、社内のデータはかなり汚くてですね、あまり使えないんで、面白いデータを持っているスタートアップとかを巻き込んで、いろんな実証実験をやるっていうことも、始めています。で当然ですね、AI っていうと引き当たりんですけど、 Python 使って Deep Learning を使ってアルゴリズム作るっていったようなこともやっているというのが、私の仕事でして、なので、データサイエンティストっていう範囲を大きく超えていると思うんですけど、こんなこともやらないと事業会社では Python 使って楽しいデータ分析ができないっていうのが、日本の事業会社の現状かなと思ってます。我々はですね結構恵まれているかなと思って、でもっと広いところはデータもないのに、採用してですね、じゃあデータ自分で探してきてっていうようなところもあるやに聞いております。それを置いといて、でデータ扱うためにやっぱりプラットフォームが必要なので、こういうアーキテクチャでですね、データを分析する環境を作ってきてます。もともとあるですね、オペレーションシステムの中にデータがあるんで、そのデータソースと、あとは、カタログっていうレイヤーを1個作ってます。事業会社でやれデータ分析やれっていうと、いろんなところからデータかき集めてきてデータウェアハウス作るんだっていうのが多いんですけど、それ失敗するんで、それ やりませんでした。もうデータソースはそのまま元の、ところに置きながら、メタデータだけを集めてきて、DB の DDL とかを集めてきて、
まあ、カタログっていうシステムがあるんですけど、登録してどこにどんなテーブルが、DAB があってテーブルがあってカラムがあるかっていうのを、見えるような状態にしてます。なので今グループで1万5000テーブルぐらい、ここに登録されてて、どんなテーブルどんなカラムっていうのを一応一通り見れるようにはなってます。でそれを使って、ここで必要なデータセット欲しいやつがあったら実態取りに行くっていうような形で、欲しいやつだけ持ってきてデータレイクに入れるっていうような形のデータプラットフォームを作って、でそこに溜まったデータを、数値だったらサイキットランとか使ってアルゴリズムを作ったりですね、音声とか画像とか、テキストとか自然言語があるんで、まあ、そういったものはディープラーニングに、回してモデルを作っていくっていうようなことを、やっておりますという感じで、事業会社なんで古い環境しか持ってなかったんですけど、クラウドでですね、今 AWS と、Google の GCP で、ハイブリッドで使ってるんですけど、マルチクラウドで、最新のサービスを使えるようにしています。なので、サンドボックスって呼んでるんですけど、こういう砂場を作って、さっきお話したいろんなデータセットを、オペレーションシステムから持ってきて、分析するっていう環境を、作っています。AWS とか Google とかですね、ベンダーロックインされたくなかったんで、2つをバランスよく使っています。本当です。でも3つ目はなかなか厳しいんで、今2つにとどめてる感じです。で、あと、使ってると、GPU のリソースがインスタンスがめちゃめちゃ高いんで、GPU のですね、リソースは買いました。なので、AWSの後ろに、エッジセンターと呼んでるんですけど、CPU サーバーを置く、スペースをですね、これ NTT に借りてるんですけど、借りて、GPU、自前の GPU サーバーでディープラーニングを回すっていうような、環境を作っています。で、コストパフォーマンス、時間単位で使う分には全然いいんですけど、本番でですね、ずっと動かし続けるっていうふうになった時に、やっぱりコストバランス考えたら、自前で持つ方が安かったんで、GPU サーバーなんかも、自前で、買ってですね、クラウドの横に置いて、ここは当然平気になってるんです。平気を使ってデータ、ディープラーニングに回すっていうようなことを、やってます。で、これデータカタログですね。カタログのいいところは、自前のデータセットは分かるんですけど、外のデータとかオープンデータも登録して、どこにどんなデータセットがあるかっていうようなメタデータのインディクシングができるんで、ゆくゆくは使えるかな。まだグループのデータしか持ってないんですけど、外とデータの交換やり出したとかですね、オープンデータをどんどん拾ってきて、集めるとかっていうようなことをやり出したときに、これが役立つかと。そうすると仮想的に、巨大なデータベースができるんで、そこからまずお話したように、必要なデータセットだけを、抜いてきて、データレイクに放り込んで使うっていうようなことを、環境を作ったっていうのが、1年でやってきたことです。でじゃあ、どんなことをやってるか、特に、データ分析関係は Python しか、ほぼ Python しか使ってないんで、Python 使ってどんなことをやってるかっていうと、大きく、技術的には大きく4つのカテゴリーで、構造化データ、数値データですね、RDM に入っているテーブルのデータと、画像と音声と自然言語っていうようなカテゴリーで、いくつかの実証実験やって、います。例えば、構造化データからいきましょうか。さっき PySpark ってあったんですけど、 PySpark に入れるまでもなく、大体50メガぐらいのデータセットがあるんですけど、50メガぐらいのデータセット使って、これか、サイキットラン使ってですね、モデルを作る、ある数値を予測するモデルを、すみません、見えてなかったので失礼しました。これです。サイキットランの、これ、グランデンドブーストレグレッションというですね、アンサンブルモデルを使って、モデルを作っているんですけど、こんな感じで50メガの数値データを使って、モデルを作って、1万ぐらい回るのかな。1万回回して、収束させて、大体、学習用データセットで63で、バリデーション用で 58% ぐらいの、決定係数 0.58 の決定係数になりましたと。で、
そんなに高くないんで、プロットすると結構ですね、ばらけ。こんな感じですね。表に出てばらけます。こっちが、実測値で、こっちが予測値。どっちかなんですけど、結構ばらけます。でも、これ、絶対値を取るとばらけるんです。精度悪いんですけど、この直線に、直線を元にですね、足し算していくと結構、直線に持ってくるんで、これで結構事業実装に耐えうる精度になってます。でちょっと中身言えないんですけど、このモデルを、現場に適用することで4億円ぐらいのコスト削減になります。ビッグデータが何でもなくて50メガの、数字データセットを使ってこういう、モデルを作るだけで、4億ぐらいのコスト削減ができるくらい、会社がでかいんで、ちょっとでも数パーセントコストカットすると数億になっちゃうっていうのは数値の部分です。あとですね、ディープラーニング流行ってるんで、我々もディープラーニング取り組んでいます。例えば、画像のところは、1枚の画像を分類するっていうのはもうやり尽くされてるんですけど、その中で、セグメンテーションっていってですね、区形を切り抜く、四角区じゃなくてちゃんと区形を切り抜くっていうのがなかなか難しい。で、車の写真とかですね、空から見た家の、屋根の形をくり抜くとかですね、そんなことをディープラーニングを使って上手にできないかっていうのを、研究してます。あとですね、音声はまだまだ、これからなんですけど、自然言語のところは、IBM ワトソンとかがよくやってるような、自然応答の、システムが上手にできないかっていうのを、試したりしています。で例えば、もう実装できているケースだと、こんな感じで保険の証券を写真に撮ると、文字を読み取って、データ化してくれるっていうところにディープラーニングを使っています。ここにちょっと写真が載ってるんですけど、名前とかですね、住所とか、保険の種類とかですね、その辺を、ある程度ディープラーニングで、場所だけをディープラーニングで読み取って、でディープラーニングで読み取った、画像を、Google の、ビジョン API に投げてテキスト化して戻してくるっていうような形で、実装したりしてます。でディープラーニングなんで当然、Python です。あとですね、自然言語のところも社内にある問い合わせをかき集めてきて、またディープラーニングでですね、モデルを作って、これちょっとスラックのチャットボットなんですけど、スラックのチャットボットで、ドローンの引き受けは保険でできるんですかみたいな質問を投げると、回答が返ってくる。信頼度 99.9% なので結構、ドローンって文字が見えるんでそうなんですけど、こんな感じで、詳しく教えろというと、全文返すとかっていうのをちょろっと作って見てます。これがディープラーニングです。携帯素解析して、品種は全部落とさずに全品種を、マトリックスにしてで学習させるっていうような形で、使ってたりします。でちなみにワトソン流行ってるんで、いろんなエンジン出してる人たちがいるんですけど、実は今、ご紹介した自前でディープラーニングだった方が、精度が良かったっていうような形なんで、外のエンジン使うよりも当面自前でやっていこうかなと思っています。アルゴリズムよりもデータセットの方が多分インパクトが大きいんで、偏ったデータセットでいかに、偏ったモデルを作るかっていうのがポイントなんだと思います。この辺で、じゃあこんなことをやる、人がやっぱり足りないので、人のところもすごく大事にしています。で、これ、よく僕が整理している、整理なんですけど、要は、データサイエンスを調理するっていうふうに例えると、ビッグデータとか IoT から出てくる、データセットは素材です。でそれを、電子レンジとか、包丁とかまな板とか鍋とかでフライパンとかあるんですけど、そういうのを調理器具で調理して、ここは Python
のところですね。でそれを人が調理して料理を作るっていうような、まあ、キッチンとか厨房ですね、まあ、こんなことが、必要で、で我々ホールディングスで事業が、ホールディングスで事業会社を下にいくつも持っているんで、こんな感じです。フランチャイズレストランをやっているような感じで、僕が所属しているホールディングスのデータサイエン、デジタルラボっていうところは、セントラルキッチンで、まあ、いろんな新メニューの開発とかですね、新しい、技術を開発するっていうところがメインミッションで、各事業会社があって、まあ、損保会社とか、生命保険会社とかですね、事業会社にもキッチンがあるんで、そこにも、データサイエンスチームが、います。そこはもう事業にがっつり入って、その事業のためのデータサイエンスをやるっていうような形で役割分担して、います。でじゃあ何をやるかっていうと、まあ、さっき、冒頭ですねお話があったみたいに集めて、分析してってたんですけど、もうちょっと細分化すると、まあ、事業で実装しようと思うとこんな感じかなと。まずは、そのビジネスとか事業の課題を、理解してデータ分析の課題に落とし込んで、まあ、オペレーションもちゃんと理解します。どういうシチュエーションでデータが出てきたかっていうのは、必ず理解しなきゃいけないところなんで、この辺は、かなり重要なところで、そこでようやく、まあ、データを集めてきたり、まあ、なかったら貯めたりして、加工して分析してっていうのは、さっきまでの流れ で最後、ここも重要かなと思うんですけど、あの普遍的な原理に落とし込んだら、もうそのままオペレーションシステムに組み込むっていうところまでをやらないと、なかなか、染み込んでいかない、実装しきれてないなって思うんで、ここがすごく、重要なところです。で、あのさっきもお見せしたように、サイキットラン使ってモデル作って、あ結構乗ったね、じゃあ全然事業に役立たないんで、それをどうやってオペレーションシステムに戻していくかっていうところがすごくしんどくて、でもそこも含めて僕らがやりきらないとなかなか事業の中でデータサイエンスが根付いていかないなっていうところで、ここが一番大変なところです。でさっきあのジャーモとかフラスクって言ったのはオペレーションに組み込むときに、ウェブサービス化しなきゃいけないんで、ここのところで、Python のそういうウェブサービスを作るところがすごく重要になってきます。なので Python でモデル作ったらそれで終わりじゃなくて、そのモデルを、ジャーモとかフラスクに組み込んで、データ化するっていうところも、すごく、まあ単純ではあるんですけど重要な、ところです。で、なので、まあ、さっきも話ありましたけど、これを、ワンストップで全部やれるのは Python ぐらいなんで、 Python メインで、やってます。ただ商用ツール使わなきゃいけないところとかが少し出てくるんで、そこは商用ツールにお任せするっていうところも、中にあるんですけど、基本、テストとか R&D の段階では Python ベースで、全部済ますようにしております。でこんなことをやる人材ってどんな人が必要なのかっていうのを、ざっと箇条書きでまとめたのがこれです。あのなんかこう綺麗な言葉でうまくこう表現できないんで、いつもこれ使っていくんですけど、例えばさっきあの医師がデータサイエンス学ぶのが必要だってあったんですけど、僕も医師免許持ってる人でディープラーニングできる人が欲しくって、やっぱり生命保険会社で健康を分析するのに、まあ、ディープラーニング使うかどうか別にしても、こういうマシンラーニングとか機械学習と医学の知見あるっていうのはものすごく重要ですし、あとは、損害保険で車のドライビングレコーダーのデータも集めてるんで、あの A 級ライセンスを持つぐらいドライビング上手で、しかも、走行データの分析ができるような人が、かなり必要になってきています。事業会社がなかなかいないんですけど、あとですね大事なのは、やっぱりビジネスをちゃんと理解してるっていうのはすごく重要で、 Pythonでサンプルデータ持ってきてディープラーニングを回せますっていう人は、まあ学生でもいるんですけど、じゃあそれを事業に適用する、実装しようと思った時に、どのぐらいの、レベル感で実装すればいいかとか、その辺をですねやっぱりビジネスサイドと話しなきゃいけないんで、自分がやっぱりビジネスやったことがあるっていうのもものすごく重要かなと思って、今採用とかやってるんですけど、そういう、キャリアもすごく重要視しています。でさっきのそのグラフをご覧いただいて、直線に乗ってないんですけど、ばらついてるんですけど、立つと、いいよねっていうのをちゃんと説明して納得させるとかですね、もうこんなもんでいいじゃん、プラマイ 10% ぐらいずれてるけどいいじゃんみたいなところをビジネスと会話しながら、実装していくっていうのはすごく重要なので、まあ、そんなところが、ビジネスの理解とデータの理解両面が必要な
ところかなと思っています。でなかなかこういう人材、まあ、募集してるんですけどいないんで、データサイエンスブートキャンプっていうのを始めてみました。3ヶ月コースになってて、1ヶ月目が座学で、まさにですね、今 Python とかですね、サイキットランとか、スパークとかですね、まあ、そういった基本的なところを学んで、2ヶ月目からですね、あのフィットビットの、3000人分のフィットビットのデータがあるんでそれを渡して、でそこでいろんな、知見を作ってもらって発表してもらうっていうのを、フィットビットのデータとあと走行データですね、ドライビングレコーダーから取れるデータセットで、やってもらってます。あ、ちなみにドライビングレコーダーのデータあのかなりでかいんでテラバイトクラスになるんで、そこはあのスパークに入れて使ってます。 HDFS に入れてスパークで使ってます。であと座学だとなかなか難しいんでメンターをちゃんと用意して、そのメンターに、ついて、実践で学ぶっていうような、講習形式に、してます。で、4月から7月でワンクール終わったんですけども、こんな感じのですね、授業復旧で、行っています。でちなみに第2回ですね、実は今週の10日に締め切っちゃったんで、もし今日これを聞いて興味があるっていう方は、個別にご連絡いただければちょっと枠の検討はしますので、後でご相談ください。で、実際にじゃあ、パイソニアが、今お話ししたご紹介したようなことをやるにはどんなことが必要、どんなスキルが必要で、どんな、ものを学べなければいけないかっていうのをざっと軽くまとめてみ、ました。でこれあの上の3つはデータサイエンス協会が出している、データサイエンスに必要な3つの、力で、ビジネス力とデータエンジニアリング力とデータサイエンス力っていうのは、まずは基本必要です。でさっきお話したようにできたモデルをどう、システムに組み込むかっていうところが一番重要なんで、システムエンジニアリング力っていうのは僕は加えています。なのでできた Python でできたモデルを、Java とか、ラスクでウェブサービス化してするまでが、Pythonの仕事かなというふうに今僕は、考えて、あの僕のチームでもそういうことを、やってます。なので、まあ、中心からですどっちに行くかは、皆さん、興味に、従ってやっていけばいいかなと思いますし、まあ、データガリガリ、いじり触り倒すのが好きであれば Pandas とか PySpark でもう大量データを分回すっていうエンジニアリングの方向に進めばいいですし、まあ、モデルを作ったりですね、まあ、サイキットなんでモデルを作ったり、あとテンソルフローとかチェーナー使ってディープラーニングやるんだったら、まあ、データサイエンス系のところに進むっていうのもありですし、まあ、できたモデルをシステムに実装していくんであれば、この、まあ、この辺とジャンルを組み合わせて、ウェブサービスを作っていくっていうのも一つかなと思います。でここまでは多分 Python のスキルでできるんですけど、さっきお話したようにそのビジネスの経験っていうのは Python だけじゃ学べないんで、何か一つ、まあ、自分でですね、サービスを作って、立ち上げてみるとかですね、ビジネス、まあ、営業経験でもいいと思うんです。営業してですね、なんか数字の責任を持ってみるとかですね、そういった経験を積むっていうのはすごく、重要かなと思ってます。はい。というですね、Pythonがですね、いろんな方向に行けると思うんで、まあ、全部を学んでですね、スペシャリスト、スーパーマンになるのもいいですし、どこかでですね、スペシャリストになっていくのもいいんですけど、Python ベースで、まあ、こういったフレームワークを学びながら、実践を積んでいくっていうことが、データサイエンスに非常に重要かなと思います。で、もうそろそろ時間なのでまとめると、今いろいろお話したんですけど、じゃあ何が大事かっていうと、まあ、データをちゃんと容易に入手できるような環境にあるかっていうところがすごく大事で、まあ、データサイエンティストとして入ったんだけどデータに全然ないじゃんっていう人すごく多いんで、まあ、もし転職とか考えられるんだったらデータが本当に、手に入る環境なのかっていうところが大事で、もう一つはやっぱり分析環境で、まあ、自由に分析できる環境ってなかなか、入手しがたいので、今そんな環境もすごく重要で、最後、結果をやっぱりシステムにフィードバックして、さっきお話したように、モデルを、サービス で組み込んでいかないと成果にならないので、ここが一番大事かなと思います。なのでシステムに柔軟性があるかっていうところがものすごく重要で、
残念ながら我々のグループ会社もメインフレームを使ってその基幹ビジネスはそのメインフレームに囲われているのでコアなところのアルゴリズムを作ってもなかなかそこに戻せないっていうのがジレンマとして正直あります。なので、実は何やろうとしてるかっていうと新しい会社作って新しい保険ビジネスを新しい会社と新しいシステムに始めるっていうのを今実は目論んでます。ゼロからゼロベースで作ると今お話ししたようなことが全部できるんで、まあ、そういったところを作ってゼロベースでデータドリブンで、保険ビジネスを回していくっていうチャレンジも今後始めていく予定ですというのが、今日の話 で最後一番最後なんですけど、こういう職種ってすごく重宝されがちなんですけど、一番大事にしてるのって自分はこの会社の何にコミットしてるのかっていうのをちゃんと説明してくれる人がいるところで働くっていうのはすごく重要かなと思います。で、うちデータサイエンティスト欲しいんだよって言って採用されるんですけど、じゃあ入ってみてじゃあこの会社に何に貢献してるかって説明できない人すごく多くっていうのも実情だと思うんですが、そこをちゃんと説明できる、もしくは説明してあげられるっていうことの環境を作る、まあ、僕の仕事はそこを説明する仕事なんですけど、をちゃんと環境を作れるっていうことがすごく大事かなということで、まあ、Python と関係ないんですけど、まあ、Python が、まあ、自分の、持ってる Python のスキル、腕がこの会社の何にコミットしてるかっていうのをちゃんと説明できる状態にあるか、まあ、説明してあげられるか、説明してもらえるかっていうところを、すごく意識していただきたいなと思います。というわけで、以上で、私の話を終わらせていただきます。でちなみにですね、絶賛募集中なのでですね、興味ある人はですねぜひですね声掛けいただければですね、中途採用のエントリーの方法を教えますのでぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。はい、中林さん、非常に貴重な講演いただきありがとうございました。会場から質問を受けたいと思います。どうぞ。貴重なお話ありがとうございました。医師免許プラスディープラーニングというサルバーあったと思うんですが、はいはい、私まさにその医学部生 で都内で勉強してるんですけど、最近医療の方向にも AI とかディープラーニングとかいう方向がだいぶなんとか話題が二度ほど遅れたんですが、医師免許を持っている人間がディープラーニングについてどれぐらい学べばいいかとかそういうことを伺えば嬉しいなと思うんですけど、ちょっとすごい例え話なんで本当にこのスキルセットが必要かっていうと、例えば、今何やってるかっていうと車の運転者の映像をドライビングレコーダーで内側と外側で映像を撮っているんですね。でそれを、映像を分析しながら、危険その運転者の危険な状態になりそうじゃないかっていうのをモデルを作って、で事前に予測して、教えてあげるっていうモデルができないかっていうのをやってたりします。でそうすると、画像解析しながらその人の体調が悪くなったりもしくは眠気があったりっていうところって、まあ医学とは直接関係ない医学的な知見も必要な部分になってきますし、まあ、そういった車の運転者のところとか、あとは、生命保険とかヘルスケアの分野だと血圧とか心拍とかあと、まあ、血糖値とかって取れるようになってるんで、それを、マシンラーニングして、でこの人が、健康寿命を長くするにはどうすればいいか、もしくは成人病になっている人が重症化しないにはどうすればいいかっていうのをモデルを作ってレコメンドするっていうサービスをやると思ったときに、やっぱり医学の知識がすごく重要なんで、医学プラスマシンラーニングとかっていうのが必要なのかなという形です。よろしいですか。わかりました。ありがとうございました。はい、横からすいません、ちょうどそういうお医者さん向けのコースをですね、東京医科歯科大学が始めようとしてて、それにちょっと私も関わっているので、もし後で懇親会で声をかけていただければ、ちょっとご説明させていただきます。よろしくお願いします。なんとも興味あればうちにインターンで来ていただいてもいいですか。はい、インターンの募集がかかっておりますけれども、ぜひ終わった後にでも声かけていただければ。はい、他に会場の質問ないですか。ああ、どうぞ。ご講演ありがとうございました。非常に先進的でかつ実践的な取り組みされているなと思いました。
一つ、まあ、その興味からお伺いしたいんですけど、どのぐらいのチームのこう規模でされているのかっていうところと、あとまあその他のベンチャーの方と関わるっていう上で、そのまあ本当にマルチな人材を集められているということで、どういうふうに関わっているかっていうところを伺いたいと思います。さっきお話したように、あのフランチャイズなので、セントラルキッチンはまだ実はあまり人がいません、数名ですと。で、あの事業会社のキッチンには、10名規模で各事業会社にいたりするんですけど、あの僕がいるセントラルキッチンはまだ 2,3 名です、正直なところで。ただリソースが少ない分、そのさっきお話したようにスタートアップで技術力のあるスタートアップと一緒に、プロジェクトベースで関わるっていうことをやっているんで、画像解析のディープラーニングの得意なスタートアップと一緒にやってたり、音声解析、音声認識、得意なスタートアップと半年間のプロジェクトで一緒にやるとかっていうような形で、まあ短期のチームを作って進めていくっていうような感じですね。ありがとうございます。はい、時間が過ぎているんですけど、一つだけ僕から質問させてください。データサイエンティスト協会の、理事をされているということなんですけども、まあ、このコミュニティのつながりで、私2月に開催されたビッグデータアナリスト東京とか、ちょっと企画に参加させていただいたりとか、まあ、そのご縁でボストンのオープンデータサイエンス、カンファレンス ODSC っていうのもました。で、日米比較した場合に、僕データサイエンティストじゃないんですけども、素人ながらに見るとやっぱ日本のデータサイエンティストでまだその、数が足りないっていうのと、まだ質も足りないっていうところがあるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、はい、その悲願の差ってどんなところなんでしょう。はい、まあ本当理事の目から見て、日本のこういう業界どうしていけばいいかっていう、ちょっとこう対極的なご意見をいただきたいんですが。ですね、まあ、かなりいろんな観点が、要素があると、要因があると思うんですけど、事業会社が悪いのかなと思います。まあ、失われた20年じゃないですけど、もうバブル終わってからもう何十年も守りに入り続けているので、まあ、そういう、環境と、あとはやっぱり経営体質がデータドリブンじゃなくて、カウント経験ベースだったりするんですよね。あと組織構造も、ボトムアップな感じの意思決定プロセスになっているんで、そこもかなり違うかなっていうふうに見えています。で、例えば、まあ、外資系も経験してますし、日系も経験してるんですけど、やっぱり外資系ってもう本当にトップダウンで、まあ、IBM なんかニューヨークのヘッドクォーターで戦略決めたら、まあ、全世界に全部落とし切るんで、まあ、そうするとオペレーションも、データに基づいてガバナンスを効かせていくっていうようなことができるんですけど、日本って例えば一社目のアルプス電機も、まあ、現、会社もそうなんですけど、ボトムアップの意思決定というか事業部門に結構権限書されているケースが多くて、そうすると事業部門の責任者がデータドリブンかどうかっていうのがすごく重要になってきて、で、残念ながらそういう人ってまだ少ないんですっていう、まあ、事業会社側の環境が一番多いかなっていうふうに、思います。ただやっぱり教育もまだ足りてなくて、最近データサイエンスコースを、まあ、データサイエンス学部を設けるところが増えてきてはいるんですけど、やっぱ大学って本当にこう純粋に教育するんですけど、僕らも欲しいのってその大学卒業してこうサンプルデータを触れる人間じゃなくて、事業会社の中でやっぱりビジネスに、データサイエンスを回せる人間が欲しいんで、そうすると、まあ、インターンでかなり腕を磨いたような、学生が欲しいんですけど、なかなかそういう環境も、まあ、大学側もあまり良しとしてない部長もあったり、まあ、授業側も受け入れもまだ少ないっていうのはあるんですけども、そんな感じですかね。すみません、ちょっとあまりまとまってないんですけど。いや、分かりました。とても僕も古い体質の製造業に勤めてるもんですから、なかなかデータが出てこないなというか、自分自身もどこからデータ引っ張ってくればいいのかっていうのが分かんなかったりするんで、そういうところがやっぱ今後改善されていくべきところなのかなと。まあ、それでないとなかなか国際競争を勝っていけないぞっていうところもあるのかなというふうに思いました。はい、取り留めのないです僕の話はいいんですけども、これで、時間も過ぎてしまったんで、中林さんの講演を以上とさせていただきたいと思います。もう一度拍手をお願いいたします。ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、僕の方で最後まとめに入らさせていただきます。
とったら自動的に来て入るから。あと戻りも。すみません、会場運営担当しております、リーディングエッジ社の岸と申します。今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。ちょっとだけお時間ください。この、みんなの Python 勉強会を、皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。こちらは割と本当に勉強をする、技術を学ぶ、スキルアップする、まあ、そういうようなところを中心に集まってきていただいているかと思うんですが、せっかくスキル上がったんだったら、せっかく自分で学んだんだったら本職としてちゃんと AI の仕事をしてみたいな、人工知能に関わってみたいなっていう方々も結構いらっしゃるかと思っています。でその方々向けに、こんな、勉強会を、派生してやっておりまして、みんなの AI キャリアカレッジ、ちょうど来週月曜日なんですが、まだちょっと定員があります。来週特にですねちょっと面白いのが、ヒーローズさんの高橋社長、ヒローズさんといえば、電脳将棋でプロ棋士を打ち破った、AI の、そのそうですね、将棋のプログラミングを作られている方もいらっしゃる、まあ、非常にこう面白い、ことやられていらっしゃっている会社さんですけど、そちらの、社長様と、それから、データサイエンティスト集団としてはもう今非常にこう注目されているデータのスタジオさん、この2社ご登場いただいて、それぞれ、自社でどういうことを考えて、事業を推進しているのか、AI の、エンジニアは、普段どういう働き方をしているのか、どんな人物像が、求められているのかという、まあ、こういうお話をしていただくことになりますので、ぜひ、よろしければ、まあ、学ぶだけじゃなくて実践してみたい、実際にそういうことを仕事にしてみたいという方はぜひぜひ応募いただければと思いますので、ご案内とさせていただきました。すいません、お時間いただきましてありがとうございます。はい、お返しします。ついちゃってると思うんですけども、生ビールがすぐそこに来てますんで、もう少々お話お付き合いください。まとめます、今日はデータサイエンスと Python ということでお話を3本、企画させていただきました。とても濃い内容だったと思います。僕も聞いててとても楽しかったです。今日の資料はですね、講演者の方々に後ほど、提供いただいて、今日のイベントサイトの方に、公開しする予定ですのでよろしくお願いします。アンケート、手元に A4 の半分の紙がありまして、そちらに QR コードもしくは URL が書いてありますけれども、ぜひ、アンケートをご協力ください。今日の資料アップします。で、次回ですけども、記念すべき第30回になります。同じ会場ですけれども11月8日に開催いたします。で明日、12時から先着順で、イベント受付いたしますので、ご都合の良い方はぜひ、来てください。でですね、あらかじめお断りしておくと、毎回たくさんの人に、来ていただいてるんですけども、結構キャンセルが多くて、このコミュニティ困っております。今日もだいたい100人ぐらい、キャンセル入っているんですけれども、まあ、なんかスタートPythonクラブっていうと、この、受付開始にすぐに席取っておいて、とりあえず確保しておけばいいかなっていうふうに思っちゃう方がしばしばいるようでして、でそういう人が一人ずつこうすり積もっていくとですね、100人にもなってしまうんですね。で我々運営に当たってですね、ピザを用意したりとか飲み物を用意したりしてるんですけども、毎回人数が読めなくて非常に困っております。ですのでもう明日ちょっと仕事厳しいから行けないのかなっていうふうに思った時はもうすっぱり、キャンセルしちゃってください。でキャンセルしちゃった後で、やっぱり行けるようになったから行こうっていうんで来るのは構いません。ですけれども、ちょっと席が、まあ、この方に限られているので、まあ、自分で保持してしまうよりもですね、次の人に、その席を譲ってあげようという気持ちで、皆さんも、ポチッとしていただければと思います。よろしくお願いします。懇親会、これからすぐ始めます。ライトニングトークご希望の方、今日何人いらっしゃるんだ、結構多いと思うんだけど、 1,2,3,4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 
受けたってある。あいた。やります、ね。あじゃあ 5人いらっしゃるんでちょっとあの1人5分ぐらいの枠でお願いします。はい、じゃあ今日は、勉強会第29回になりましたけども、以上にしたいと思います。どうも、ご参加いただきありがとうございました。この場所で懇親会を始めるのでですね、ちょっと机と椅子をですね後ろに下げるというのをお手伝いいただけるとありがたいかなと思います。